はい、今回は亀の井ホテルの日帰り入浴に行ってみたいと思います。亀の井ホテルの正面玄関から入って、でフロントには行かずに左側にあるオルソオットという、これ喫茶店になるのかな、ここのお店がやっている日帰り入浴なので、ここに直接向かいます。今回はスムージーと日帰り入浴のセットだったのですが、先にスムージーを食べることにしました。スムージーは何種類かあるんですけど、プランの中ではこのミックスベリースムージーになってます。めちゃくちゃ美味しそうですね。スムージーを食べ終わり、タオルを受け取って大浴場に向かいました。はい、というわけで、亀の井ホテルの日帰り温泉に行ってきました。亀の井ホテルは日帰り入浴が500円で、やってたんですけど、ここ1年ぐらい休止中です。前はアブレア熊八亭とか、バイキングビュッフェのレストランで食べた人はそのままタオルもらって入浴もできたんですけど、今はできなくなってます。はい、なんですけど、唯一下のフロントの横にある軽食屋さん、そこのジャランのプランで唯一、入浴がセットになってるプランがあります。スムージーと日帰り入浴がセットのやつ、あとトーストと日帰り入浴がセットのやつ、あと1時間アイス食べ放題と日帰り入浴がセットのやつ、この3つが1000円です。で、あといちごパフェと日帰り入浴がセットになってるやつは1300円になってて、これジャランで出てるんですけど、これを使った人だけが日帰り入浴を使うことができます。で、時間が1時から17時までの間、最大4時間となってて、今回私は、次の、ホテルまでのチェックインまでの空き時間があったので、1時から、使わせてもらいました。で、この時間帯はほとんど、日帰り入浴をそもそもやってないので、連泊の人か、そのプランに頼んでる人だけっていう感じなので、ほとんどお客さんいないので、半貸し切り状態みたいな感じで、すごく、いいですね。快適です。で、今日は、土曜日だったんですけど、土曜日の1時に僕行って、最初にスムージーを食べてから入浴しました。どっちが先でも OK なんですけど、僕は、サウナが長いので、先にスムージーを喫茶店でもらって、でその後サウナで1時間半ぐらい、5セット行きました。で、その間見てたんですけど、3組ぐらい来てましたね。ちっちゃい子供連れの、人とお母さんと、あと老夫婦と、あとカップルなので、土曜日でもだいぶ、少ないので、快適に過ごすことができます。